ちゃんだよ。今日はね、土日だからね、お昼散歩してる。一応ね、朝も散歩したけどね。うんちね、朝したからしないと思ったけど、したわ。おしっこはね、落ちてした。これはもうほんの気持ち程度よ。気持ち程度。ちょっとおいで。くーちゃんも、ちょっと今日は遠征よ、遠征よ。いつもよりちょっと遠めに散歩してる。ね。いつもはここまで来ないもんね、なんか歩かないから今日特別ね、歩きたかったのか、ぶっちゃん散歩したかったのね、天気いいもんね。それで、ここ一周したら帰るよ。ここね、ケーキ屋のとこ左曲がって帰るね。おいでぷ、パン待ちよ、パン。パン待ちのプーちゃん。プーちゃんね、さっきね、公園の近くまで行ったけど、もう公園行かなかったわ。珍しいね。引き返して行ったわ。プーちゃんね、なんかもう、あ、プーちゃんもね、なんていうかな、この地面がツルツルしてたらいいけどね、ここね。このなんかデコボコしてる道路あるでしょ。あ、ちょっと人来たから切るね。バイバイ。はい、再開。近所の人にね、お話しされてね、おしゃべりしてるかね。くーちゃん、その間にお利口さんね、待って出たね。そうそう、さっきの続きなんだけどね、この地面がね、普通のとこだったらいいんだけど、デコボコしてたらね、もうブーちゃん歩かないの。プーちゃんもね、それが理由でね、あの一番最適なうんちスポット行けなくなったの。痛いだろうね、足の裏が。私だからね。これね、もうすぐよ、もうすぐ半分来たね。引き返せないわ。もう後に引けないからね。ほら、そういうことよ、ね、じゃあね、またね。あ、かわいいお尻を取ろう。ふーちゃんのかわいいお尻を。あら、かわいいね、今日もね、お尻プリプリしてかわいい ね。あら、後ろにおった方が歩くんじゃないの、もしかして。パンいらないね。じゃあね、またね。